こんにちは。はい。さゆたかさん。はい。ここからは後半戦の今日は展望、そして。したかー。来ました。いよいよ前半戦が終わったので。したかー。いよいよまあ後半戦、まあ優勝を見据えて、はい、3位までに入るところを見据えての後半戦の展望。はい、それから、毎月やってます、その1ヶ月予想。今回は、8月の終わりまでの順位予想をセパともにしていただきたいと思います。盛り込むわー。もう盛りだくさんでいきます、今日は。まずはセリーグから。じゃあまず豊さんが考える8月の終わりまでのちょっと順位を言っていただきたいと思います、はい、まずは首位。首位は DeNA。 今現在はですね、2ゲーム差で阪神が1位なんですよ、はい、これ DeNA がひっくり返しているというところ、はいはい、で2位が阪神。阪神、はい、で広島、これ今も一緒ですね、広島、はい、はい、で巨人。巨人、はい、はい、一緒です。で中日。お、中日が5位、5位でヤクルト。お、今現在はですね 0.5 ゲーム差で中日がヤクルトを追う形の最下位なんですが、はい、そこがひっくり返っているというふうな予想になっています、はい、この順位をまあ見ながらのちょっと後半戦こうなっていくよ、はい、DeNA はまず首位になっています。これはね、暑い時期になって、うん、やっぱ打線が活発になってくると思うんだよね、はい、やっぱ狭い球場でしょ、ホームチームに強い、はい、そこでねホームランが出てくると思うんだよ、うん、結構、まあ、そうなってくると阪神との比較なんだけど、はい、得点力がちょっと上がってくるということを考えると、うん、この時期に、まあ、ピッチャーを支えるのにはやっぱ得点なんだよね、はい、それは DeNA の方がちょっと上かなという感じがするんだよね、うん、そういった意味では早めに疲れも来てたしさ、はい、DeNA が、うん、これやっぱこうオールスター折り返しで8月末までって言ったらギリギリ持つと思うんだよね、うん、この言葉を覚えておいてほしいんだけど、ギリギリ持つんじゃないかって思うんだけど、はい、今永、バウアー、東、はい、まあ、ここら辺3枚っていうのはいいと思うよ。だ東がちょっとね、最近1年間フルに働いたっていうことがないんで、はい、疲れという意味では心配なんだけど、このピッチャーは無駄なことしないんだよ、はい、フォアボール出さないんだよ、本当に。そういった意味ではその打たれても最小失点に抑えていくのかなっていう、疲れててもね、はい、ちょっと後ろの方が少し心配だけどね、心配だけども安明もちょっと心配だってこう周りがざわつく時あるんだけども、はい、だけどセーブシチュエーションで失敗したのが1回だけだからね、うん、同点で出た時に勝ち越されたりだとかしてるけど、はい、セーブシチュエーションで出してあげるといい結果は生まれてるんだよね、はい、だからまあそこまでの心配はないのかなという、うん、それとエスコバーが戻ってきているということ。そうですね。あとは心配なのは宮崎が離脱した時はちょっと苦しい、あの前半戦でもちょっと宮崎選手休ませたりとかありましたけど、そうそうそう、でも勝負どころで取っとくために余裕がある時に休ませてるっていうことはあるんだよね、はい、それとは別ってことですね、うん、だから勝負時っていうのをやっぱ三浦監督も考えながら休ませてるんだよ、はい、だから多分8月は一気に攻勢をかけて首位を狙っていくと思う、はい、おお、ちょっとギアを上げるってことですね。そう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 。ただそこで宮崎選手が離脱故障になってしまうと、いやこれはね計算が来る、まるっきり来る。今とりあえず2軍にオースティン選手はいるんですけれども、そのオースティン選手が来たとして、いや来たらそれは話は別だけど、サードの穴は埋まらない。そうですね、三塁手としての守備力は誰が埋めるんだっていう話になってくるからね。確かに、うん、だから投手力とやっぱバッティング、うん、破壊力、ホームラン、いろんなことを考えるとやっぱ DeNA が一旦首位に立つかなっていうふうに思って、夏場非常にこういいグラフというか円グラフを描きそうですね、投手野手の、まあそうだね、バランス的に、はいはい、ただ打者でいうとキーになるのは宮崎選手が離脱しないかいけるかどうか、うん、まあ、それともう一人関根だな。関根がやっぱり1シーズン働いてない、はい、やっぱこれからやっぱ辛いよ、本当に疲れるから。やっぱそんなに疲れるんですよ。いや本当に疲れる、はい、で前半疲れたよね、はい、で一時期回復傾向にあるけども、やっぱ夏場って本当にね、あの横浜スタジアムでやるって辛いから。いやそうですね、あの朝は。いや本当だ、本当に1試合やったらヘトヘトになるぐらい、はい、だからまあここら辺を乗り切れるっていうふうに考えて一旦首位に立つかなという、うん、あと投手陣でこの選手一人キーになるよっていう選手を挙げると、大貫だな。大貫投手、まあ、今永、バウアー、はい、東、はい、これは心配いらないと思うんだよ、うん、
で石田も一時期勝てなかったけども、うん、この前の阪神戦で勝った、はい、で流れがちょっと変わってくるかなっていうのと、大貫がやっぱ昨年10勝してるのになかなかねいいピッチングができない、まあ、大貫にかかってるかなっていうふうに思うけどね。じゃあ一応キーとしては大貫投手、投手陣は、はいはい、じゃあ阪神2位に置きましたけれども、阪神はねその近本がいつ戻ってくるのか、はい、そういうこともあるし、あとはやっぱこう打線の流れっていうのが悪いよね、うん、だからこの打線の流れが良くなってくるとやっぱ本命は阪神変わらないんだけども、はい、一旦ここら辺で落ちるわのような気がするうんうん、うん、やっぱねギリギリで今やってるもん、はい、でラッキーもあって、ね、勝ててるけども、はい、まあ青柳次第っていうところもあるけどね。あピッチャー陣は、うんうん、青柳はやっぱもともと負けないような投手だしね、はい、だからまあここら辺がしっかり投げてくれるのか、で才木がどうなのか、西勇輝がどうなのか、うん、だからこう疑問符ハテナがつく選手がたくさんいて、はい、これが一気に戻って力を出し出すのは8月ではないと思ってるんだ。ああその後になるんじゃないかと、9月10月本格化してくるのがね。おだからまあここら辺だよ、だから言葉の含みでDeNA この言葉を覚えとけよっていうのがやっぱそういうことなんだよ。あとやっぱその若手の村上投手から大竹投手、この2人が夏場どうなるのか、どうなるかだよね。まあ大竹っていうのは勝ち運を持ってるよね、はい、だからまあそんなに年齢的にも精神的にも崩れるようなタイプでもないし、うん、やっぱ賢いピッチャーだろうから、はい、だからそこら辺はこうやりくり自分の中でしそうだし、だからそんなには心配してないんだけどもね。やっぱこう投手陣はやっぱ抑えを誰にするのか、まあ、岩崎が今やってるけども、はい、岩佐が戻れるのか戻らないのかっていうところも一つのポイントだし、はい、だけどなんて言っても点取らないと勝てないから、まあ、そう野手陣ですよね、うん、だからそうだな、甲子園も大変だな、暑くて。ただあのロードになるので、うん、こうあの高校野球で、いいよな、楽だよ、楽だ。いや昔は死の労働とか言ってたよ、選手によくよく聞いたら、いや楽ですよ。そうなんですよ、暑くないしそうなんだよね、そうなんですよね、ホテルでね快適に暮らすさ、そうなんですよ、ね、申し訳ないけど子供が小さいとさまあ遊べないとか、ね、やっぱね、遊べない、まあ、寂しさはあっても、はい、悩まされることはないそうですね、暑さとかね、 そうだね、そういうことにはまあね。ただその野手陣でいうとやっぱりその3番5番そのノイジー選手、佐藤輝明選手、大山はね、あの非常に安定して今年はね、うん、4番としてしっかりやってくれると思うんだよ、はい、だからそこを挟む選手だな、はい、誰が挟んでくるのか、うん、だから森下ノイジーなのか、ノイジー森下なのか、はい、それとも前側をもう抜擢して3番にするのか、はい、5番にするのか、まあ、そういったところだよね、はい、だからまあここら辺の手腕というのをこう楽しみだけど。そうですね、岡田監督がどういうふうにその打線打順を組んでくるのか。そうだね、そうですよね、はい、さあ広島です。広島な、はい、苦しいな、怪我人がちょっと、そうですね、うん、西川が離脱した、はい、菊池がちょっと状態が悪いね、デッドボールでね、だからまあここら辺がどうなのかっていうことも心配だし、ただ打線の中にこうマクブルーブだとか外国人がいないっていうのがちょっと破壊力に欠けるよね。そうですね、まあ、デビッドソンもまた出てきましたけど、それでもですもんね、うん、だからデビッドソンが入ってきて、まあ、そこそこ打ってくれてとか、うん、なってくると変わってくると思うけど、はい、怪我人が出ながらこう外国人もスターティングメンバーに並ばないってなるとピッチャーの負担が増えるよね、はい、それと床田、栗、森下、うん、はい、ね、いいピッチャーいるよね、はい、だからまあここら辺が夏場どれだけ頑張れるかっていうのが分からないし、未知数だけども、はい、打線って考えるとちょっと弱いなっていう、技術者とかいいバッターはたくさんいるんだけどさ、秋山選手もね、そうです、ただ2本3本出たけど点にならなかったとかさ、はい、そうなってくるとちょっと辛いよね、うん、だからここら辺で長打でバーンと雰囲気を変えられるようなバッターがいると全然変わるんだけどね、広島打線って。松山選手を代打ではなくてもう4番に座らせたりとかも、いやだからそこがやっぱりリスクだよね、だから勝負どころでの切り札が切れないっていう、はい、もう出しちゃってるっていうところがちょっと辛いところだよね。確かにそうですね、うん、
だから松山はベンチにいてくれてやっぱ存在感を光らしてるというかさ、はい、相手ベンチも松山を出さないようにどうピッチャーを交代していくかっていうのも悩ませるぐらいの打者なんだよ、はい、これが先発に出てくれるとさ、ここを避けるか勝負するかとか簡単な作業になってくるんだよね、はい、松山がベンチにいてこその広島打線かなっていうふうに思うしね。後半戦はそういうふうな戦いになるのが理想っていうことですね。まあ理想だよな。外国人選手が戻ってきたりしないと、まあ、そうだな。まで西川龍馬選手だったそうだな。ただまあ朗報とすれば野村が勝てるようになってるっていうところが、はい、まあ、一つの勇気をもらえるところかなっていうふうには思うけどね。確かに。あとね、小園選手がようやくね、お前打率なんとかしろって低すぎますけどね。一軍には戻ってきてるんですか。子供の身長じゃないんだから。確かに確かに。1メートルないじゃないかみたいな感じだもん。まあそうですね、うん、いや本当に。確かに。だからまああそこら辺は率をね、はい、ただホームランが決勝ホームランになったりだとか、まだまだ運はあるからね、はい、だから頑張らないとね。後半戦例えば野手でキーになる選手を挙げるとすると、やっぱね外国人だよ。やっぱ外国人なんですね、うん、外国人がやっぱ打線に入るっていうのは大きいと思うよ、うん、相手ピッチャーのプレッシャーが違うもんね、うん、ピッチャーで上げるとするといいんですか。あ、ピッチャーは矢崎。あ、後ろですね、うん、だからやっぱりやったことのない未知の領域に入ってくるからね、これから佳境に入ってくるし、夏場の暑い時、はい、これもう本当精神的なスタミナと体のスタミナを両方備えてないと、はい、だから栗林の偉大さが分かるよ多分。あ、いや本当に大変だと思うよ。そうですよね。あールーキーの時から、ね、ずっとやらされてるわけだから、はい、でもそれで今年ダメで、うん、バトンタッチはしてるけども、こっから苦しいから。じゃあやっぱピッチャー陣としてはその後ろの矢崎投手がどういうピッチングを最後するかっていうところにかかってるっていうのもあるんです。まあそうだね。ここが崩れてしまうともうチームがガタガタっとくるかもしれない。そうですよね。さあ巨人です。巨人はね、まあ、夏場になってホームランは増えると思うけども、はい、俺失点も増えてくると思うんだよ。失点も増える、うん、はい、確かに中継ぎ陣をもうこれかっていうぐらい揃えたけども、大勢がいつ戻れるかっていうこともあるし、はい、ね、ここら辺はやっぱまだまだ不安定なんだよね、うん、それとホームランで勝つチームだけど、はい、その選手たちを避けられた時に点を取れるイメージが湧かないんだよね。それはまあ、例えば、うん、岡本、はい、中田、ギリギリ丸かな、丸、まあ、大城かなって、まあ、ホームランっていう期待感を含めるという、うん、はい、だけど、ここにさ、ショートの怪我に坂本っていうのが打ってたじゃない、うん、ホームランとかも、そしたら坂本がいないだけでホームラン減るよね、はい、そうなってくると、ホームランバッター、ホームランを打たせなかったら勝てるんだなと思うと、対策は簡単なんだよね。はい、こうなるとつなぐとか足でかけ回すっていうチームじゃないだけに、はい、ちょっと苦しくなるかなっていう。確かにそうですね。だからホームランもソロホームランで、ああ1点でよかったよかったみたいな、うん、よかったになっちゃうんだよ、はい、それだとやっぱちょっと苦しいかなっていう感じは受けるんだよね、うん、ただやっぱりピッチャーで言えば戸郷とか菅野とかね、はい、まあ、こういうピッチャーいるし、グリフィンもそこそこゲームは作れるしね、うん、先発投手陣、まあ、山崎よりもそうだけど、はい、悪くはないと思うんだよ先発ピッチャーはね。ただやっぱ得点力がどうやって取っていくのかなっていう。確かにそうですね、まあ、ピッチャーは疲れるよ。だからホームランの率っていうのは高くなるけど少しね、それだけで勝てる試合もそうそうないかなっていうような感じがするんだよね。うん、なので A クラスにその行けない、行けそうで行けないっていう位置になってしまってるっていうのはそういうことだと思うよ。ホームラン打ってるときは勝ってるけど、はい、出ないときは苦しんでるという、うん、で出なかったら負けたとかね、はい、うん、だから広島の3連戦目なんかさ、はい、栗と戸郷が投げてて、はい、戸郷に勝たしてやらなきゃいけんのに、まあ、逆に言えば栗が勝たなきゃいけないのにっていう試合だったんだけど、うん、ゲームとすれば広島が勝ったよね。そうですね、延長で一気に5点取ってね、はい、その試合でもチャンスはいくらでもあったんだジャイアンツに、うん、でもその1本が出ないというね。そうですね、うん、だからホームランで勝つチームなんだやっぱり、はい、うん、だからいいピッチャーにはまった時に得点力がガクンと落ちた時にそんなにねいかないかなっていうような感じがするんだよね。あとはやっぱりその初めてシーズンを今一生懸命出てる秋広選手、3番で出てますけれども、この秋広選手疲れとか途中でちょっと若干落ちてくるとかっていうのは夏場っていうのはまああるよね絶対に、うん、でかいなあいつは
いや本当でかいよ。だから門脇選手と並んでイニングで守りに行くときにびっくりしちゃって、大人と子供だもんな彼はやっぱ成長してるしね、うん、この夏場を乗り切ったらいい選手になるよ。いや本当本当もう本当に頑張りどころだから。そうです、ね、夏場に落ちる選手なんて簡単だからね、はい、計算できないなっていうことになるし、うん、だからまあ中田翔、ね、夏場になったら、うん、もっと上げろ食えみたいな、はい、食わせると思う。2、3個を一気に食べさせる。そうね、いやもう食べさせて。やっぱ食べる選手っていうのは元気だよ。うん、サプリメントもあるけどもね、はい。まあ本当に口から取るものっていうか、うん、胃が吸収して体に全部こう供給していくっていう作業の方が自然でいいけどね。うん、そうですね、はい。じゃあ巨人で野手陣で一人キーになる選手を挙げるとすると、岡本だよ。うん。まあ、岡本頼りだよね、はい、うん、岡本のこの前のヘッドスライディングなんかはね感動もんだったんだけどね、一生懸命やってねじゃあピッチャーで挙げるとすると後半戦、まあ、戸郷をやるとしてやっぱ菅野だな。菅野がやっぱ借りを返してくれないとさ、はい、菅野が投げた時には絶対勝つとかさ、点やらないとかね、まあ、そうなってこないとやっぱ浮上はないし、なるべく長いイニングも行ってほしいですし、ね、まあまあもちろんそうだ、まあ、あんまり無理はできないけどな、うん。さあ豊さん、はい、中日を5位にしました。後半戦形作られてきたな、チームが、うん、はい、昨日もしてきてる、うん、でみんな寝るなって打った次の日は忘れるなって今日やった勝ちを無になるなって、寝たら無だからさだから無にならない、形状記憶ですね。そうそうそう、そのでもね着実に力はつけてきてるし、やっぱ積極的に動いた宇佐美がね、はい、打ってくれてるし、細川、まあ、1シーズンやったことないだけに夏場不安だけども、うん、彼の悔しさとかね、いろんなこと考えたら根を上げるような選手じゃないと思うし、やってくれると思うしね。でビシエドも良くなってきた、はい、で代打には福田がいるみたいな、はい、だから心強い人間がたくさん出てきてるよね、うん、それとやっぱりもともと投手陣はやっぱりいいよ。やっぱ小笠原中心に、はい、まあ、柳田とかね、そういうのも投げれるし、うん、まあ、2人がちょっとな、そうですね、良かったり悪かったりするから、まあ、ここら辺がね安定してくれるといいけど、うん、あと祖父江、中継ぎで言えば祖父江がやっぱもうちょっと、まあな、ずっと投げてるからな、金属的なものも、まあ、あるよな、うん、ただそのマルティネスがしっかりしてるだけに後ろ無双ですからね、うん、してるだけにどうやってつなぐかね、はい、うん、まあ、そこだけだと思うけど、打つのは打ってくるよ、うん、あ、打ってきますか、うん、ここから。そう、あとはダイソーの高松がポカしなければねそうですね、そうそうそう、そこだけですね。まだポカがあるんだよね、まだミスが。そうですね、そうそうそう、まあ、でも昨年ね頑張った岡林とかは、うん、まあ、今年2年目でね、うん、実質やるのがね、でも頑張ってるしな、はい、だからまあここら辺は計算できるし、だから本当にいい状態にあると思うしね。ただ後半戦その若手の選手で1年目だったりとか本当に若手でフルフル働いてない選手たちがどこまで持つのかっていうところも、まあでもねそんなに負荷かけてないから前半で、はい、だから俺は大丈夫だと思うし、はい、でバンテリンっていう広い球場を使うからそんなにそこで花火大会みたいなホームランバカ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 打たれることもないと思うしね、うん、だからある程度点を取っていくと勝負になると思うんだよ、はい、うん、だから勝負強さも出てきてるしね、うん、やっぱ細川なんか勝負強いしさ、宇佐美なんかもともと勝負強いし、はい、ビシエドもタイムリーが出てきてるし、俺は上がっていくしかないと思ってるから、うん、だから頑張るんじゃないかなと思うよね。野手一人挙げるとするとき、まあ石川だな、はい、石川が前半でねポンポンと神宮でホームランを打ったように、うん、あのバッティングを忘れなければ相当チームに貢献していくと思う。逆にその石川選手がまたバッティングを崩してしまうようだと、そしたらもう高橋周平しっかりしろ、うん、あ、そうですね、うん、だから代わりはいるんだよ、はい、だから周平も乗り遅れんなよっていう風な準備をさせておく、はい、まあ、そういうところが大事かなと思う。ピッチャー陣では一人、まあ、やっぱ軸は小笠原だよ、はい、やっぱ打ってくれると勝てるからさあのピッチャーは、うん、だから後半負けをつけないということだよ、はい、だからとにかく打ってあげるっていうことで、もう野手陣がそうですねピッチャーのために、そうそう、もう柳なんか前半戦お前あれだけ抑えてお前立ち上がり悪かったっていうこともあるよ柳がね、だけどあれだけ抑えてんのに1点もやれないとか、あと涌井だ、あ、そうですね、涌井は涌井は1年間通すだけの実力と力を持ってるから、はい、今度涌井が投げた時は絶対に負けないということで、
これはもう上限ね。上限ですね、後半戦の。さあ最下位ヤクルトですよ。ヤクルトね、はい、やっぱ投手陣が持たないような気がする。各球団のエース、まあ例えば戸郷にしても今永にしても、阪神だと、まあ、青柳が戻ってきてるとか、うん、小笠原とか、はい、まあ、広島なんか栗とか床田とか、うん、森下とかいいよね、はい、でヤクルトで名前浮かぶか。いや浮かばないです。やっぱね、小川がね、やっぱ勝てない、はい、エース同士の投げ合いで勝てないっていうことは連敗が続くっていうことだよね、うん、それとここまで来て打ったり打たなかったりで、怪我人がやっぱ潮見も戻ってこない、うん、で山田がどうなのか、そういうことを考えると村上がやっと掴んだとは言ってもなかなか勝てないような気がするんだよね。あ、中日の方が逆に上に行ってしまうっていうぐらい。中日の方が絶対上がり目があるもん。ヤクルトはそれを考えると上がり目はちょっと見つけにくい。いや、それはね、塩見が戻ってくる、山田が絶好調で戻ってくる、村上がホームランの掴んだみたいな、そう揃えばいいよ。多分揃わないと思うよ今年は。そうか、厳しいですね。でやっぱ揃ったところで点は与えてしまうっていうところだよね。前半やっぱこうね、無理をしている登板方にもなってきている、うん、そうなってくるとやっぱこの夏場乗り切れるかなっていう不安があるよね。あ、辛いですね、それ考えると後半戦の戦い。ちょっとボタンの掛け違いがまあ春先から起こってて、それをこう取り戻すのに出力を使ってみんな頑張ろうとした、その疲れが一気に8月に出てくるかなっていうような、まあ、気はするんだよね。じゃあヤクルトが後半戦逆に上がっていくためには野手は、まあ、もう3名ですか。いや、だからメンバーが揃うことだよな。そっか、いないメンバーが揃う村上選手が去年のような活躍をここからする。だから長岡にしてもショートのポジションでものすごい大変だよ、うん、大変だけどあれだけ低い率では困ると俺は。そうですね、ただまあちょっと西浦選手がね戻ってきて、その山田選手の穴は埋められない。そうか、そうだそうだ、そうか、トリプルスリーはなかなかの選手じゃないと埋まらない。まあそりゃそうですよね、うん、ちょっとヤクルトやっぱ厳しいですね。厳しいと思う。はい、さあパリーグじゃあ行きましょうか、はい、パリーグはオリックス、ソフトバンク、はい、ロッテ、うん、楽天、はい、西武、日本ハム。おお、その西武と日本ハムが入れ替わって日本ハムがちょっと最下位になると、この1ヶ月間ちょっとで、ね、じゃあまずちょっとオリックスから見ていきたいんですけれども、ここはもう前半変わらず後半もいい戦いになるんじゃないかと。まあそうだね、うん、やっぱ投手力が安定してるよ。そらさ、山本、宮城、はい、山下俊平太、はい、山崎幸也、山岡、はい、田島が投げてないけど田島っていうのもね、はい、まあ、上がってくるかもわからないし、うん、まあやっぱこう投手力を考えた時にやっぱ豊富だし、はい、安定感があるよね、はい、まあ、そういう意味ではあんまり崩れるイメージは持ってない、うん、それと森もやっぱ怪我から治ってくるとやっぱ打つだろうし、はい、その副産物に生まれたのがセデーニオ、はい、これはもう使えるしね。そうですね、だからいいことしかないんだよね、うん、だからまあ野手もやりくりしながら、うん、まあ、野口っていうのも素晴らしいバッティングしてるしな、はい、で紅林が今年いいし、うん、そんなに大きな崩れはないと思う。おー、うん、なので前半変わらず1ヶ月ちょっとも順位変わらずで、いや変わらないと思う、うん、じゃあキーになる選手います？逆にこの選手が抜けたりこの投手が崩れるとオリックスちょっと危ないよ。ちょっと頓宮が疲れてきてるな。交流戦とかすごい良かったんですよ、うん、いや良かった、まあ、ずっと前半戦支えたのは頓宮だからさ、はい、吉田正尚の穴を感じさせなかったのは頓宮、うん、がこれだけ打ってくれたっていうことだよね、うん、だからすごく評価をするけども、うん、やっぱ夏場に入ってどうかなっていうようなね、はい、軒並み高打率を保ってた人間がセ・リーグでは宮崎もこう落ちてきてるし、はい、やっぱりちょっと辛くなってきてるんだよね、うん、だからここら辺で踏ん張り切れればね、うん、いいなっていうふうに思うけど、はい、ただ頓宮が打たなくても周りが支えるからね、あそこはね、ま、そうですね、うん、だから、まあ、そんなには心配してないけどもね、うん、はい、ピッチャー陣は特にないですか、うん、まあ、特にはないけども、うん、まあ、宮城が抜群に良かったり急に打たれたりだとかさ、今年はすごく波があるから、はい、これが安定してくるともっといいかなとは思うけどね、はい、じゃあ2位にしているソフトバンクです。まあ実力はあるよ、はい、その実力をどう発揮していくかということと、勝負どころの強さっていうのはやっぱりソフトバンクは持ってるよね、はい、そんなに落ちはしないし、
大体3位ということで折り返す、うん、まあ、だけどオリックスにはまだちょっと手が届かないにしても、まあ、そこら辺にはいるかなっていう感じですよね、うん、ただその首位のオリックスを抜けないっていうところは1ヶ月経った、投手力だよね、投手陣の方なんですね、投手陣だな、うん、まあ、そうですね、オリックスと比べると特に先発投手だな、はい、急には解消されないと思うし、まあ、勝負どころ1年間戦っていく、まあ、スタミナ、そういうこともオリックス同様持ってると思うんだよね、はい、ただやりくりという意味では中嶋監督の方が、うん、まあ、一枚上手かなっていうようなことも考えるし、はい、まあ、そうなってくるとやっぱオリックスっていうのはなかなか抜けそうで抜けないよ、うんうん、ただやっぱ状態的にはソフトバンクっていうのは悪いような状態だったから、はい、オールスターを挟んで調子を上げてくるかなっていうような感じはしてるから、うん、まあ、そうですね、それが上昇の常連軍団というか、まあ、そうだ ね、 ね、そうですよ ね、うん、そうだね、野手で一人キーの選手を挙げるとすると、まあ、近藤だな、あ、うん、近ちゃんと柳田っていうのは勝負どころっていうのを分かってるし、はい、実力者だしね、だからこの2人が揃うと得点になっていくしね、はい、メイクチャンスもするし2人で、そうですよね、ここら辺だな、近藤だな先日 の、 あの西武の平良投手が近藤選手に自己申告敬遠してたぐらいなので嫌なんだよ、嫌なんですね、嫌だったって本人言ってましたもんね、嫌で申告して敬遠するんだったら自分で言ったんだから抑えろよみたいな次のね、柳田選手に初球打たれてな、ありましたけど、まあでもそのぐらい近藤選手っていうのは各、ね、球団のピッチャーにとっては嫌な選手なので、まあ、今年はね、特に嫌なのはやっぱ勝負どころで打ちに来てるということ、まあ、昨年まではやっぱこうフォアボールっていうのが頭にずっとありながら打席に立ってて、そのフォアボールがない時にヒットを打つとか、うん、そうじゃなくてここは勝負って言った時のメリハリがあるよね、今年はね、うん、だから打点も多く上げてるしさ、ホームランも多く出てるし、はい、いやらしいバッターから怖いバッターになってるから今年はね、うんうん、そういう意味では2人が続くと破壊力はある、この2選手ですね、うん、さあロッテです、ロッテは3位なんですね、なんでよ、いやいやいや一時期首位にも立ってて、あ、そここから首位に行けないのか、まあ現時点では2位なんですけれども、そうだな、まだそのポランコっていう4番が不安定だしね、うん、はい、で山口っていうのもこれからの選手だし、まだまだホームランは打てるけどね、はい、やっぱこう前半の前半良かったのは 1,2 番が良かったね、ものすごく機能した平沢とか、はい、藤原とか友杉とか、うん、藤岡とか、まあ、いろいろ使ってすごく良かったんだよ、出塁率とかが、はい、まあ、だけどちょっと前半の後半、うん、まあ、その 1,2 番の機能が少し影を薄めたということを考えると点を取るのにも堅いのかなという、うん、まあ、そんな感じがするんだよね、もともとホームランがちょっと少ない、そうですね、うん、やっぱり外国人、ね、選手レアードとかがいた時、まあ、マーティンとかがやっぱりホームラン打ってたのでってなると、やっぱりじゃあ8月の終わりまでもなかなか解消できないんじゃないか、まだポランコ選手だったりとかちょっとな、うん、上位の2チームよりは少しやっぱり劣るかなという感じがするんだよね、うん、ピッチャー陣はどうですか、ピッチャー陣は悪くないよ、うん、ただやっぱり西野がこの夏場持つのかとか、うん、タレンチも久しぶりで持つのかとか、今はそうスタミナはあるピッチャーだから、うん、まあ、いい感じで投げてくれるかなっていうのを思うし、はい、で佐々木朗希がどうなのかっていうね、物、うん、が違うからな、そうですね、ただ指先がこの暑さでふやけて豆ができるっていうこともあるし、あ、もちろんね、汗とかもね出てくるでしょう、まあまあ、でも佐々木が投げた時には負けないことだよな、じゃないと条件としたら3位も、まあ、ゲーム差あるからな、まだな、そうですね、うん、あとは増田投手が、まあ、セーブはね、あのセーブ数はすごいですけれども打たれてしまったりとか、まあ、結構あるよね、はい、そこは心配っていうのは、まあ、どこも心配だけどな、あ、まあ、どこも心配だけど、まあ、ギリギリでも抑えてくれればさ、はい、まあ、それは良しとするよね、あ、そうですね、うん、勝ってくれればっていう、ハラハラドキドキだけどな増田さん劇場っていうのがあるよな、はい、まあ、でもね、それでもあの打たれながらも勝ってセーブはつけてるので、そうそうそう、はあ、やっぱさすがだなっていうのはそこら辺は思います、うん、野手陣で一人挙げるとするとロッテは、まあ、中村、あ、中村翔吾選手、やっぱ上がってこないでの、もっとあんなもんじゃないもん、うん、いなきゃ困る選手だけど、いるんだったらもっとやってっていうような選手だから、はい、中村が本当にこう後半だけで3割打つぐらいの活躍ができるとね、うん、まあ、上位も狙えていくかなという感じはするけどね、
敗。ピッチャーはどうですか？特にピッチャーはね、まあ、西野、種市、まあ、ここら辺は勝ってきて、まあ、大島とかも、はい、三馬だな。三馬投手やっぱり三馬がもう少し勝ち星をこう積み上げてこないと、はい、苦しくなるかな、うん、感じがするね。ですかね。さあ楽天です。楽天、はい、まあ、楽天はね今 の, あのちょうど順位と変わらないんですけども、楽天はぐっと詰めてくる可能性があるよね。なるほど。4位だけれども、うん、3位のチームとゲーム差を縮めてくると。マー君が勝ち出した、はい、やっと援護点が絡むようになってきてるし、あとは則本、唐島、岸、うん、まあ投げれるピッチャーはそこそこいるしね、はい、まあ抑えは松井がいるし、うん、孫チャーホンもまあまあ良くなってきてるしね、はい、だからそういった意味では投手陣っていうのはそこそこやるかなという、うんうん、だから野手陣だよね、いかに点を取るか。問題は島内だよ、はい、島内もっと頑張らないとって。そうですね。だから今後の FA の金額聞いた途端になんかテンション下がってさ、はい、ね、僕の評価をやり直そうかなみたいな、はい、テンション下がっちゃったからもうだだ下がりになっちゃいましたね。だだ下がりになっちゃってお前働けなくなっちゃって力抜けちゃって。そうですよね。だから島内頑張らないとね。後半は禁断の島内選手の打点を取るぐらいの勝負強さを持ってる男だよ、はい、やっぱやってくれないとな。ただ浅村もやるだろうし、はい、まあ、1番に抜擢してる村林とか小深田とか、はい、まあ、そういうのは頑張り屋だからね、うん、頑張るだろうし、辰巳もそこそこ良くなってきてるしね、はい、まあ、大郷っていうのもいいよな、はい、まあ、上がり目ぐらいしかないかなっていう。お、本当うかうかしてたら3位に上がっちゃうよみたいな、はい、そういう戦い勢いがある。今現在で3位のソフトバンクと7ゲーム差なんですけど、だから7ゲームはさ、うん、結構厳しい数字だよ、うん、1ヶ月では。はい、ただ縮めてはくっそう、縮めては俺は来そうな感じがするよ、まあ、例えばあと3ゲーム差とか、うん、でも直接対決で3連勝したら3ゲーム縮むからね、はい、そうですよね、あっという間だよ。ということはゲーム差は縮まってくるんじゃないかと俺は予想してるけどね。うん、楽天のキーマンというか島内で、そうですね、島内頑張るみたいな。さあ西武があのちょっと5位に浮上ですけれども、そうだね、うん、やっとなんかこう切り替える時期が来たのかなっていう。切り替えられる時期が来たっていうのは、いやだからまあオールスターを挟んで、うん、まあ一区切りがつくという、はい、ところでこれからスタートだみたいな気持ちで、うん、高橋光成と今井が多分髪切ると思うし切らないか、切らないと思う、切らないか、切らないと思う。まあ切らなくてもいいや別にね切らなくてもいいんだろうけども、高橋光成っていうのは怪我なく頑張って投げてるし、うん、まあ、今井も戻ってきていいピッチングしてくれてるし、うん、で隅田がなんかこうピッチングのコツみたいなの掴んだ感じもするしね、はい、先発ピッチャー松本、あと平、ああ、はい、平がいるよね。本当にいいんだよ、うん、ちょっと点を取ればっていう。あそこの投手陣っていうのはスタミナ持ってるんだよね、うん、本当に。だって高橋光成も甲子園で優勝する、はい、今井もする、うん、ね、あの炎天下の中、確かに、ね、自分一人で投げ切って勝つぐらいのスタミナがあるよやっぱね。あとベルーナで鍛えられてますよね、天候に。もうすごいぞあそこの梅雨時期なんか湿気が半端ないから、あそこで投げて戦ってる選手たちですからスタミナあるよ。ありますね。それでも高橋光成の髪とか今井とかふわふわしてるからね、あの湿気であれ湿気でベトーンとなるんじゃない、なんないんです。湿度だと広がっちゃうんですよ髪の毛って。あ、それでか。そうなんです。ふわふわしてる。そう、だ夏場はよりふわふわになります。あ、そうかいやだからこれから俺西武は上がってくるかなっていうふうに思ってるんだよね、うん、で、まあ、誰が打つとか誰が打たないとかいうよりも、はい、源田が元気になってきてるのと、うん、やっぱやっとなんかこうゲームの勘というか打席での勘というかリズムというか、はい、まあ、そういうのが合ってきてるのかなっていうの感じがするんだよね、うん、やっぱ最初復帰はしたけどちょっと気になったりとか痛かったんじゃないかなっていうような感じがするんだよね。気にしながら、うん、やっぱ固定してるとさやっぱ固まっちゃうしね、はい、だからそれがやっとなんかここに来てしっくりくるようになったのかなっていうような感じもバッティングの中でも見せてくれてるから、はい、だからまあ殿崎とかね、はい、まあ、そういうのが絡んでいって、うん、そしたら、まあ、ある程度点を取ったら勝てるチームだから
いいかなという ね、 そうですね、感じをする。あと蛭間選手、はいはい、あの前半で、ね、まあ、そうだな、はい、でもね、まだバッティング の、 その技術的には大きな期待はできないんだけども、はい、やっぱムードメーカーとして、はい、彼明るいしね、うん、なんか非常にいいなと思うし、はい、まあ、もともとは明るく、はい、やんちゃな子が集まってるチームだから、ね、だから頑張る、もっとね、やんちゃに、はい、あと渡辺選手、まあ、怪我でな、はい、ふくよかな、まあ、大きい人が怪我すると時間がかかるんだよね、うん、そう、大事に立っちゃうんですよね、支えなきゃいけないからね、その大きな体が。そうなんですよね。いや、だから西武は俺は上がってくると思うよ。うん、じゃあ心配なのは日本ハムですよ。そうだな、はい、まあ、日本ハムは非常に戦い方いいんだけど、やっぱね、ちょっと落ち着かないんだよ。だから順化ですね、うんうん、いい時はもうそのままそのままって言いたいんだけど変えちゃうんだよね。だからなんか選手がせっかくいいのに落ち着かないとかさ、うん、そういうことになってきてんじゃないかなって。またデーゲームも定期的にやるんでしょ、あれ。屋根開けてですか、うん、ああいう日程もやっぱ選手には負担になるよね。ナイター終わってデーゲーム、デーゲーム終わったら次ナイターとか、やっぱりこうリズムとかね、それは営業のことだから、それは仕方ないんだよ。教育も兼ねてるというね、うん、まあ、球場に学生、子供たちを呼んで見せてあげるという、うん、これはもう素敵なことなんだけどさ、うん、選手は大変だよね、そうです、逆に言えばね、うん、ただエスコンの初年度だしね、はい、でやっぱこう開閉式だし、壮観な建物というか、そういうのを体感してもらおうとかね、うん、見せたいとか、まあ、そういうことはすごく素敵なんだけどもね、まあ、だけど選手は大変だろうなと思うよね。そうですよね、うん、ただもう少し落ち着かないかなっていう、もう形付けられてんじゃないのって、うん、万波っていうのは 3-4-5 のどっかでいいだろうみたいな、上位、清宮もそうなんじゃないのって、うん、3-4-5 マルティネス、はい、3-4-5、じゃあこれでクリーンナップを組んで、クリーンナップの中で変えると。ああ、3-4-5の中で変えるってことですね。で、松本も2番でいいんじゃないの、磯場で1番でいいんじゃないの、うん、これが悪かったら 1,2 番だけを変えると。なんかね、みたいな変え方するから、確かに変え方が大胆、大胆の。だからまあこれは非常に固定観念に縛られてなくて、うん、すごく素敵なことなんだと思うよ、はい、ただやってる選手の気持ちを考えると、それを望んでるか望んでないかっていうと、俺は望んでないと思うんだよね、うん、例えば3番だったら3番で責任を持ってやりたい、責任を持たせてくれみたいな、うん、分かった、あれ次の1番みたいな、これは塁に出ればいいのかなみたいな、分かんない、まあ、そんな感じになるじゃない、はい、だからもう少し落ち着いた方がいいのかなと思うね、うん、後半はね。そうですね、ピッチャー陣に関してはもう割とそこそこ頑張ってるよ、ね、加藤だったり上沢だったり伊藤だったり、うん、まあいろいろ頑張ってるけども、やっぱ鈴木がちょっと心配だな、はい、うん、そうですね、しんどくなってきてるなっていうのと、うん、まあ、中継ぎ陣もちょっと疲れが来るんじゃないかなっていうの気もするし、はい、まあ、田中正義っていうのもボールの出力は素晴らしいけども、この夏場ね、はい、1年間やったことないしね、だからちょっと不安なところはあるよな。そうですね、ただ前半の最後に、まあ、野村勇希選手はあのファームに落ちてしまったんですけど、今川選手が上がってきました。後半戦に向けて来ましたか。来ましたよ、あの家族全員同じ顔っていう。そうだよ。帰ってきました、ね、もう家族も笑顔と、家族もあの笑顔で帰ってきました。やれよ、帰ってきたんだったら本当にもうね、そうですね、後半戦引っ張るぐらいのチームを。いや本当だよ、うん、まあ、今川が8月10本打ったら5位のままだよ、はい、そうですね、この順位が変わりますね。そうそうそう、あれよ今川本当に。そうですよね、本当に。8月中今川選手に球場で会う予定はありますか、解説とかで。まだちょっと分かんない。まだ分からない。分かんない。会ったらもうぜひ一言、もう本当に抱きしめてチューしちゃう。もう可愛くてしょうがない、あいつは。いや、そうですよね、本当に可愛くてしょうがない。でも、まあ、あのやる気満々でいると思うので今、うん、とにかくそうだな、うん、まあ、やる気は買うけど気負わないようにな。あいつすぐ気負ってかかるタイプだから。そうですね、まんぷりして。だからもうその燃えててもいいけども冷静にというね。そうですよね、うん、まあまあそういうことだよね。はい、まあね、後半戦の展望と、あと8月の終わりまでの順位を言いましたけれども、はい、まあ、後半戦ね、ここからあの夏場も経て苦しいきつい戦いにはなると思うんですが、選手の皆さん頑張って、はい、戦い抜いてほしいです、はい。